列近玄は、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す、町村で、エーイン玄に本部を置く、ヘッセルベルク行政共同体を構成する、自治体の一つ。この町は、公式には四つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。列近玄は、1792年に、プロイセンが獲得するまで、 アンスバッハ公領に属した。ライン同盟により1806年にこの村はバイエルン王国領となった。1818 18年に現在の自治体が形成された。列近元の町議会は町長を含めて旧議席からなる。縦型の基部は緑の身部の山形その上部は金と黒で左右に二分割。身部の山から生えるような格好で。 金色の麦の束が大きく描かれる。この縦型の背後に金の翼を持つ金髪の巻毛の天使。天使は両手で縦の角を持っている。白い袖の緑の服を着、その上から白いリボンを十字にたすきがけしている。列筋面はヘッセルベルクさんのふもとに位置する。先建主体院上は昔の成長として使われた堂々とした立派な建築である。もとは キリイシを石垣に使った塔型の山城であった。1550年頃に、この古い塔型の山城に新しい城が増築され、現在の規模に拡大されたのであった。階段型の破フは、ルネサンス時代、1550年から現在まで保存されているものである。門のアーチの上には、シェンケンシュタイン昆虫自重家の紋章が埋め込まれている。現在この城は一部が、 神ガ氏のオフィスとなっている。シェンケンドルフ家は1468年にアンスバッハ編教博、アルブレヒト・アヒレスに列近玄周辺の霊園関係締結を依頼し、その後この地域は編教博からシェンケンシュタイン家の霊園として譲渡された。この一族の最後の課長は、イボ兄弟にあたるゲオルクフォン・グンデルスハイムと協力して現在に残る城を造営した。 この最後の課長は1572年に妻のセシリーを殺害してしまった。偏京博、ゲオルク・フリードリヒは財産の募集と就寝禁庫の刑を言い渡した。募集された財産はゲオルク・ビルヘルム・クンデルスハイムに与えられた。しかしこの財産は1584年にはアンスバッハ偏京博に売却された。は定期的に 列近源に滞在している。この時代に公爵肝入りのラウレンティウス教会が列近源に建てられた。1793年、城は私有物となり、後にビール醸造会社のオーナーであるグートマンの手に渡った。第一次世界大戦後、石灰業者のオフィスとして使われた。その後も所有者はたびたび変わっている。 レッ弁は、ロマンティックフランケン観光連盟に加盟しており、フランケン果実主回道の運動にも加わっている。ありがとうございます。